1346年、ここからですね、フランス軍が負け続けたらしいですね。最初がクレシーの戦い、クレシーの戦い、シャルル・ド・ブロワは捕獲されるね。まあこれさらに、1347年にペストが大流行したみたいですね。そうこうするうちに、バロワ朝はジャン2世の時代になります。ジャン2世、そして、どうですか、戦争が再開されます。戦争が再開され、1355年ですね。さらにポワティエの戦いというのでですね、これまたフランス負けますね。で、結果的にジャン2世、これフランスの王様ですけど、はロンドンに捕らえられてしまうと。はい、以上です。